1784年イギリス総選挙は、第16期グレートブリテン議会の庶民議員議員を選出するために行われた選挙。選挙の結果、ウィリアム・ピットが勝利して、約120議席の優勢を得た。1783年12月、国王ジョージ3世は、自身が嫌っていた、フォックス・ノース連立内閣を罷免、代わりにウィリアム・ピットを首相に任命した。 ショーピットは、就任時点で、庶民院における支持者が少なく、チャールズ・ジェームズ・フォックスとノース教の支持者は、常時賛成参による非免が、国政に反すると考えたが、現代では確立されている。政府は必ず庶民院で多数を有さなければならない。という規定は1783年時点では、確立されていないため、フォックスは慎重に行動しようとした。 1784年2月2日、フォックスは内閣不信任決議案を提出。決議案は223秒対204票で、庶民院を通過したが、与党の支持者が各地のバラ法人による請願や、決議案を庶民院に提出して、ピット支持を呼びかけたため、与党側に願える議員が続出した。フォックスは3月1日にも、常時賛成に、 内閣秘免を促す議案を提出したが、今度は201票対189票と票差が19票から12票に縮まり、1週間後の現状を強めた議案は191票対190票の僅差になった。フォックスは支持基盤が崩れてきたこともあり、以降は議案提出を拒否した。一方のピットは議会を離れて郊外に行き、3月24日に、 議会が閉会すると翌日に議会を解散した。18世紀のイギリスの選挙は地方の政治に着目することは多かったが、1784年の選挙では国政の政治、すなわちフォックスノース政権のヒメ面とピットの首相続投をめぐる選挙活動が行われた。財務省による買収とパトロン活動の結果、多くの海中選挙区でピット派の候補が 当選することとなり、さらに有権者が多い選挙区でもピット派への支持が厚く、フォックス派の候補は立候補を取り消すか敗北を回避するために妥協することを迫られた。カウンティ選挙区に至っては選挙協定で当選した候補を除き、選挙戦を戦って当選したフォックス派の候補は一人しかいなかった。野党に留まってピット支持を拒否した結果、再選に失敗した候補は、 ジョン・フォックスの殉教者列伝にあやかって、フォックスの殉教者と呼ばれた。選挙の1日目に当たる3月30日は、与党13人と野党4人が当選したが、5日目の終わりには、与党が150人以上当選しており、フォックスとノースの支持者より50人以上多かった。そして、4月15日には、与党が多数を確保、5月10日に選挙が終結した。 選挙中、ニコラス・カッソンというロンドンの巡査が殺害された。ピットとフォックス自身の選挙戦は注目を集めた。ピットは長らくケンブリッジ大学選挙区で当選しようとし、1780年イギリス総選挙にも同選挙区で出馬したが敗北していた。1784年の選挙ではトップ当選を果たし、移行式去まで同選挙区の議員を務めた。 フォックスは、ウェストミンスター選挙区の現職であり、有権者数が最も多い選挙区であった。彼が、同選挙区にこだわったのは人民を代表していると主張したためであり、その議席を失うことは考えられなかった。1784年の選挙では、フォックスの他にはピット派2人が立候補しており、与野党共に中小、名誉既存など手を選ばず、 デボンシャー公爵夫人ジョージアナは、ホックスに投票したものに漏れなくキスを振る舞ったと噂され、大大使ジョージーも選挙活動でホックスを支持した。5月17日に投票が終わると、ホックスは6233票を得て、第13代順弾シャクサーセシルレーに、僅差で勝利したが、ピット派が投票再検査を要求したため、ホックスの当選が決定しなかった。 ウェストミンスターのような大きい選挙区では投票再検査に長い時間がかかり、フォックスは投票再検査を予想して庶民員から締め出されないようあらかじめテインバーグズ選挙区の議席を用意した。投票再検査では予想通り大規模な選挙不正が見られず、時間が経つとともに政的による死体戦術であることが明らかになった。年月日。 庶民院はようやく、FOX の当選決定を命じ、投票再検査に終止符を打った。ありがとうございます。